カスタムポイントはですね、ワンオフフレーム、まあ、サポタン加工ですね。フロント周りがゴリラ、何型のゴリラかわからないですけど、ゴリラの加工で、タイヤおよびは M 型を使用、まあ至る所にワンフィンをやってます。で、オーナーさんのオリジナルパーツも付いてます。で、ちょっとこっちですかね。スタンドが初期型のダックスで、こちら回ってもらって、確かこれもカブか何かの加工品ですかね。はい、今ヤクビーナが取れましたね。まあ、この辺はまだ仮組みの段階なので、で、最低地上高が、あまりないという感じの出来栄えになっております。そうですね。じゃあ一回エンジンかけてみますね。まずはゴリラの、おなじみの、ちょっといいですか、ここゴリラのおなじみのキーをオンにしますね。